コンピューターによるナビゲーションシステムを搭載したレースマシン、サイバーフォーミュラの登場は、F1 に代わる21世紀のニューレースマシンとして、世界中の人々を熱狂させた。事故に巻き込まれたサイバーフォーミュラーのレーサーナイト・シューマッハ選手は直ちに病院に運ばれましたが、意識が回復せず安否が気遣われています。オサムさんが、繰り返します。昨日4時ごろ、ヘリコプターの墜落事故が起こりました。この事故でサイバーフォーミュラーミッシングリンクチームの代表ミスター・スミスが亡くなりました。スミスが死んだ。アスラーダの秘密。兄さん、気がついたか。アスカ、車田さん、ここは。兄さん、ダメよ、まだ動いちゃ。ちょっと待ってて。心配するな、オサム君。ここは病院だ。オサムさん、気がついたんですね。ハヤト、スミスはどうした？ブーツホルツは？兄さん、大丈夫だ。スミスは死にました。オサムさんをかばったブーツホルツのミッシュネルがスミスのヘリを。でも、アスラードを狙っていたスミスがどうしてオサムさんまで。それはナイト・シューマッハがアスラードを狙うブーツホルツの邪魔をしたからだ。オサムさんがなぜそんなことを。もういい。スミスが死んだことで全ては終わったんだ、ハヤト。はい。ブーツホルツを許してやってくれ。え？スミスの命令とはいえ、彼のやってきたことは許しがたいことだ。しかし、二度と過ちは繰り返さないと約束した。もう一度ドライバーとして立ち直るチャンスを与えてやってくれ。オサムさんがそう言うのなら。すまん。パパ、
おさむ。父さん。よく戻ってきたな。すみません。今まで勝手して。先ほどミッシングリンクチームのスポンサーオーバルエンタープライズ社において緊急記者会見が行われました。この席上、今回のミスター・スミスの行動はミッシングリンクチームとは何ら関係のないことと釈明の上、ミスター・スミスに連なる数名の社員の解雇を発表しました。またミッシングリンクチームには新たな代表を配属し、新体制でチームの出直しを図ることも合わせて発表されました。トカゲの尻尾切りとはよく言ったものだ。だがこれでようやく俺も本当のレーサーとしてやり直すことができる。スゴ、とうとう貴様とは決着をつけられなかったな。見ていてくれ、オサムスゴ。カナダを制するのはこの俺だ。入院したナイト・シューマッハ選手は左腕を骨折。今シーズン中のグランプリ復帰はほぼ絶望と見られております。ナイト・シューマッハもとんだ災難ね。でも新庄君、あなたにとってはプラス材料。プラス？そうでしょ。優勝候補の一人が戦線から脱落してくれれば年間チャンピオンのチャンスも増えるわ。どこへ？ランニングです。まだトレーニング？誰が脱落しようと関係ありません。自分の力でチャンピオンの座についてみせます。うん、俺は誰にも負けない。ロペにもハイネルにもナイト・シューマッハにも。勝つのは俺だ。ほんとびっくりしたな。そうですね、ナイト・シューマッハがアスカさんのお兄さんだったなんて。でもわかんないんだよな。第一戦から同じレースに出てて、どうして今まで内緒にしてたのかな。名乗り出られないそれなりの訳があったんだろう。わけってどんな？私が知るわけないだろ。監督たちが戻ってくればわかりますよ。家族3人、水入らずで何を話してんのかな。話すことは山ほどあるさ。なんせ3人が揃うのは5年ぶりだからな。そうだね。母さん？ハヤト。母さん！母さん、どうしてここへ？ハヤト、車田さん。風見さん。ハヤトがお世話になってます。いえ、こちらこそ。それで、おさむさんの容体は？さっき気がつきました。こちらです。奥さん。おばさま。ハヤトがお世話になってます。オサムさん、すっかり迷惑をかけてしまって。スミスは死にました。ニュースを見ました。どうして母さんがスミスを？まさか父さんに何か？まだ誰にも。え、母さん。オサム、何か知ってるのか？母さん、どうして連絡をくれなかったの？親父さんは父さんとどこか安全なところに身を隠してるって言ってたけど、電話ぐらいくれたって。母さんが連絡しなかったのは
あなたを危険に巻き込みたくなかったの。危険？何があったの、母さん。ハヤト、しっかり聞きなさい。父さんは死にました。今なんて。父さんは殺されたの。正しくは殺されたんだ。アスラーダを狙っていたスミスに。なぜだ。なぜそんな大事なこと。ハヤトやスゴーチームのみんなを危険に巻き込みたくなかったんだ。オサム君、詳しく話してくれないか。オサム。わかりました。5年前家を出た俺はF1 のドライバーを目指してヨーロッパに渡った。そして F3 のレースでヨーロッパ各地を転戦していた俺はついに F1 のチームからスカウトされた。それがミッシングリンクチームだった。ちょうどその頃ミッシングリンクチームのサイバーフォーミュラへの参入が決定した。そのマシンの開発チームに風見さんがいたんだ。どなたです。風見だ。風見って、風見のおじさん。そうだ。今開けます。ずぶ濡れじゃないですか。さあとにかく中へ。いやここでいい。風邪ひきますよ。構わないでくれ。ああ、こんな夜更けに訪ねてきてすまない。何かあったんですか。おさむくん、どんどんまで行ってもらえないか。あるものを本番中に港まで運んでもらいたい。あるもの。私の作ったアスラーダ GSX を日本へ送りたいんだ。アスラーダ。でもアスラーダはうちのチームで開発中のサイバーフォーミュラーマシンでしょ。なぜそれを。いや、今詳しく話すわけにはいかない。だがどうしてもアスラーダを日本へ、君のお父さんのもとへ送り届けなければならない。誰だ。作られたか。おさむか、今夜のことは忘れてくれ。おじさん、事情を知れば君にまで危険が及ぶかもしれん。危険？今夜は何もなかったんだ。いいね。あ、おじさん。はい、スゴーです。ミスター・スミス。すまんな、こんな遅くに。君のところにミスター・風見が訪ねてきていないかね。ええ、先ほど。そうか。彼に急ぎの話があるんだが代わってもらえんか。それがたった今外へ。何、どこに行くか言っていなかったか。ええ、ロンドン。今夜は何もなかったんだ。いいね。ロンドン。ロンドンのどこへ行くと言っていたんだ。空港です。ヒースロー空港。やつめ、とうとう。どういうことなんだ。次の日俺は風見さんの家を訪ねた。あれはミスター・スミス。
大丈夫ですか？しっかりして。おじさん、風見さん、しっかりして。おじさん、おさむくん、病院へ行きましょう。待ってくれ。これはいつか必要になるアスラーダルを。おじさん、早く病院へ。しっかりして。大丈夫ですか？おさむくん、おじさん。それから2日後、風見さんは亡くなった。俺が殺したようなもんだ。そんな、兄さんのせいじゃないわ。悪いのはみんなスミスじゃない。その時なぜ警察に？知らせたさ。けど警察では取り合ってもらえなかった。事故そのものがもみ消されたんだ、スミスの手によって。そんな、バカな。俺はスミスを許せなかった。警察が動かないのなら自分の手で証拠を集めるしかない。俺は菅生治の名を捨てた。ナイト・シューマッハとしてレース界に身を置き、いつの日かスミスの罪を暴くことを誓ったんだ。でも私やパパに話してくれたって。ハヤトに知られたくなかったんだ。せめてスミスを告発するまでは。病院で付き添っていた俺とおばさんは風見さんから事件の真相を聞かされたんだ。あなた、おじさん。あなた、純子、おさむくん、心配かけてすまん。一体どうしてこんなことに？私の開発したサイバーシステムアスラーダが全ての原因なのだ。え？アスラーダが従来のサイバーシステムと違うのは、使用する人間の感情をもデータとして計算できる機能を持っていることだ。これは常に緊張を強いられるレーサーをサポートする上で最も重要な要素になると考えたんだ。だが完成したアスラーダの能力は私の予想をはるかに上回るものだった。アスラーダが使用する人間の感情をデータとして蓄積し成長していけば、やがては対戦する相手の心理までも計算できるようになるだろう。それはサイバーフォーミュラレースにおいて理想のサイバーシステムと言えるかもしれない。だがアスラーダの能力を別の目的に使おうと考えた人間がいた。それがスミスだ。別な目的？アスラーダを兵器に利用しようと考えたんだ。もしも相手を殺すためだけにアスラーダの能力が発揮されたなら。アスラーダを人殺しの道具にするわけにはいかない。あなた、おじさん。私は完成したアスラーダ GSX とともにスミスの元から逃げ出した。アスラーダはレースという戦いの中で人を生かすために生まれてきたんだ。アスラーダの設計図は焼却した。それを知ればスミスは完成しているアスラーダを狙ってくるだろう。それでアスラーダをロンドンまで運んでくれって。完成したアスラーダはなんとか貨物船に乗せた。日本で菅生がきっと俺の夢を叶えてくれるだろう。純子、お前も早く身を隠してくれ。次にスミスが狙ってくるのは真実を知るお前とおさむくんだ。わかりました。おさむくん、あれを。ここに。純子、
それはお前が持っていてくれ。もしスミスに奪われそうになった時は焼き捨ててくれ。ええ、これはもう一つのアスラーダの、あなた、しっかりして、あなた。ハヤト、ハヤト、お前には父親らしいことを何一つしてやれなかった。お前のためにマシンを作ってやりたく。あなた、あなた。ハヤト、お前に正直に話したのはね、父さんの気持ちを知ってほしかったの。父さんがどういう気持ちでアスラーダを作り、命を懸けてまでアスラーダを守ろうとしたのかを。嘘だ。父さんが死んだなんて。嘘だ。僕にカナダグランプリ出場をやめろって言うんだ。心配ないって、僕は走るよ。レースにかけた父さんの夢を叶えるんだ。でも、どうして涙が出るんだ。待ってよ父さん、僕を置いてかないで。フューチャーグランプリサイバーフォーミュラカナダ第4戦決勝、次回も面白さレッドゾーン。